今週のチャリカはね、12チームカップなので、純正民の私もね、12球団オーダー組まないとダメなんですよね。とは言っても、2年ぐらい前までね、12球団オーダーやってたんで、まあこんな感じで自動生成でね、そこそこ前線できそうなオーダーは作れます。いやでも全然ロッテの選手いねえな。ピッチャーはどんな感じになってんの？